皆さんこんにちは、ビーレジェンド小林です。今回はですね、スマホから動画を撮影しています。で、どんな動画かと言いますと、今年、1年越しにですね、大会に挑戦をしますという、決意表明ですね。これからですね、大会に挑戦するにあたって、スマホでですね、日々のトレーニングとか食事の様子なんかを撮って、こんな感じでね、配信をしていきたいなと思っておりますので、今回は第1回目ということで、出場する大会とその目標で、そのためにね、どういうことをやっていくのか、今やってるのかということについて簡単にお話をさせていただきたいと思います。で、まず出場する大会なんですけども、実はもう決まってまして、10月10日月曜日、祝日ですね、に行われます。神戸で行われます。ANNBBF、全日本ナチュラルボディービルディング連盟という団体の、全日本ボディービル選手権大会、全日本大会ですね、に、挑戦をしようと思っています。実は2020年、おととしですね、この ANNBBF という団体に、別の団体からですね、移りまして、挑戦をしまして、その時は、関西大会でボディービルで2位、フィジークで優勝しまして、全日本大会の方は、ボディービルとフィジークどっちかじゃないと出れないということだったので、一番好きなボディービルにチャレンジしまして、全日本大会でも2位ということで、優勝できずで終わってしまったので、今年はですね、なんとしてでも全日本大会で優勝して、 ANNBBF の全日本チャンピオンになりたいなというふうに考えています。もうですね、年が明けて1月9日から減量をスタートしてるんですけども、10月10日までちょうど9ヶ月ということで、かなり長めの減量期間をとってます。なぜそれだけ長めの減量期間をとってるかっていうことは、また後ほどね、お話をしますけども、じゃあ全日本大会で優勝するために、どういう体を作っていくのかっていうところを、もう自分の中でもね、目標というか、こういう体を作れば勝てるなっていうのは頭の中にありまして、ポイントは2つですね。絞りと、でかさなんですけども、もうちょっと分かりやすく説明すると、1つ目の絞り、これが一番大事なんですけども、絞りというのはボディービルの専門用語で、どれだけ体脂肪が落とせてるかどうかということになります。趣味でね、筋トレをしてる方の感覚でいくと、腹筋がもうシックスパックに綺麗に割れてて、こうちょっとね、腕に血管が走っててぐらいで、もう結構バキバキじゃんっていうふうに思うと方もいらっしゃると思うんですけども、実はそのボディービルの基準で、絞れてる人っていうのは、もうそんな腹筋が綺麗に割れてるぐらいはもう当たり前で。太ももの前ももの筋肉、大腿四頭筋と言いますけども、もうこのそれぞれの、ね、筋肉がしっかり分かれてる、セパレーションって言いますけどもね、しっかり筋肉が分かれていたりとか、こう太ももの裏側、ハムストリングのラインが綺麗に出るとか、もっと絞った方でいくと、お尻の、ね、筋肉の筋が浮かび上がってきて、お尻がですね、洗濯板みたいになる。なんていう方もいたりします。で、一昨年の大会に出た時に、審査員の方からね、フィードバックをもらいまして、そこでね、一番言われたのがこの絞りのことだったんですね。で、私も決してこう絞れなかったっていうわけではないんです。人生で一番絞った状態でいけたなっていう自負はあったんですけども、優勝した選手の方が、やはり一段上の絞りだったということで、私もね、なんとかこうお尻にこう筋肉のね、筋が入るぐらいまで絞れたかなという感じだったんですけども、優勝した選手はそれをね、もう一段上を行く絞りで、そこのね、仕上がり、この仕上がりというのも、どれだけこう当日ね、体脂肪が少ないコンディションで入れるかっていうことを指す用語なんですけども、この仕上がりの差で負けてしまった。で、もうちょっと絞って出てきたら、優勝できるよっていうふうに言われているので、そこをね、しっかり守って、
もう1段、2段、しっかり絞ってですね、今年こそ、お尻のね、筋肉が、本当に洗濯板になるぐらいまで、頑張って絞りたいなと思ってます。で、やっぱりそこまで絞ろうと思うと、かなり大変になります。体力的にも精神的にもですね、やっぱり大会が近くなるにつれて、どん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 辛くなってきてですね、朝起きるのもしんどくなる。座ったところから立ち上がるのも、もう辛くてですね、億劫になってくるぐらい疲れた状態でどれだけ、自分を追い込めるかっていう勝負になってくるので、まあ、確実に目標とするラインに達するように、減量期間はかなり長く取ってあります。通常半年ぐらい、6ヶ月ぐらいの減量期間で、絞っていくんですけども、今回はそれよりもだいぶ長く9ヶ月、減量期間を取って、早めにね、しっかり、体脂肪を落としていって、確実に当日ベストの状態を合わせられるように、というふうに、考えて、もう減量をスタートしています。そして2つ目の、でかさ大きさなんですけども、もうこれは単純にですね、筋肉の大きさになります。実は2020年に全日本大会に出た時はこのでかさ大きさについては、一番大きかったというふうにありがたいことにですね、審査員の方から、言っていただきました。最初にこう選手全員並んだ時のインパクトっていうのはすごいものがあったよというふうに、言っていただきましたので、選手の、ラインナップがね、前回出た時と一緒なのであれば、まあおそらく一番大きいだろうなと、いう自信はあるんですけども、当然他の選手も、レベルアップして筋肉量を増やして出てきますし、またね、新しいすごい選手が、出てくる可能性ももちろんありますので、そういったね、選手にしっかり勝てるように、あとはもし万が一ですね、また体脂肪を落としきることができずに、他の選手にね、絞りで負けるようなことがあっても大きさで逆転できるぐらいの、筋肉をしっかりつけてやるぞという気持ちでですね、しっかり全身の筋肉をまんべんなくつけていこうと、この2つをですね、しっかり意識をして、食事とトレーニングの方をですね、進めてやっているところです。で、次に、トレーニングと食事、今どんな感じでやってるかっていうのをちょっとご説明させていただくんですけども、トレーニングは週に4回やってます。2分割ですね、上半身の日と下半身の日っていうのを、まあ、交互にやっていって、なので、上半身2回、下半身2回ということで、まあ、全身ですね、2回ずつトレーニングするっていう、トレーニングメニューを組んでいます。ちょっとね、珍しい組み方ではあるんですけども、まあ、今の私にとってはこれがね、一番合ったやり方だなと思ってますので、こんな感じでですね、週に4回のトレーニングやっています。で、食事については、もうですね、カロリー計算とか、食べるもののね、食材の量、重さの計算とかも全部やってまして、まあ、目安として1日2000キロカロリーぐらいで、タンパク質は 210g ぐらいで、炭水化物、まあ、これはもうめんどくさいんで、食物繊維と糖質合わせて考えてます。合わせて 200g で、脂質は 50g で、まあ、これぐらいだったら、合計のカロリーが、まあ、2000カロリーぐらいになるかなっていうふうに考えてやってます。どちらかというとそのカロリーありきではなくて PFC ですね、タンパク質、脂質、炭水化物の量ありきで、食事を決めて、いるので、ちょっとねこの実際のこうカロリーと、食材の量とにね、ちょっと乖離があると思うんですけども、まあそんなに違いはないと思うので、まあ、こんな感じでですね、食事を考えています。具体的に1日にどんなものを食べているかというと、だいたい朝食に、鶏胸肉を 300g、大きめの鶏胸肉1枚ぐらいですね、もちろん皮なしで食べています。白米を 200g、まあ、これはお茶碗に、まあ、大盛り1杯分ぐらいですかね。で、昼食は、鶏胸肉 300g、
に朝と同じ量ですねに、白米が 150g、 これはお茶碗1杯分ぐらいの量になります。で夕方に、プロテインを 60g 飲みます。これは水で、割って飲みます。で夕食が、卵全卵5個に、まあ、野菜ですね、まあ、大体キャベツを使うことが多いんですけども、野菜と甘いものが欲しいなって思った時にはリアファイバーなんか飲んだりね、そんな感じで、1日の食事を進めてます。基本的にはもう毎日同じものを食べてやっていきます。で減量になるとよくねチートデーってね、聞いたことあると思うんですけども、私は基本的にもうチートデーは一切なしです。これからね体重を落としていく、体脂肪を落としているのに食べることを考えてたら絞れないよと、取り組みの甘さは体の甘さに出るよと、私がねしちゃっている先輩から言われたことがありますので、そこはね自分に厳しく、まあ、とはいえ、あんまりね厳しく縛りすぎると逆にストレスになってしまうので、家族でね外出した時とか、お土産でね何かおやつをもらった時なんかはもうありがたく食べる、仕方のない時はしっかりね外食を楽しむようにして、もうそれ以外の時はもう必要以上に食べない、もう決めたものしか食べないっていうことを徹底して、やっています。はい、こんな感じでですね、まあ、簡単にではありますけども、今の取り組み、出場する大会、その目標についてお話をさせていただきました。またね、今後も、いろんな動画で、トレーニングの様子ですとか、食事、実際にこんなものを食べてますよっていうところとかですねを、少しずつではありますけども、ご紹介させていただければと思います。はい、今年はですね、まあ来年以降どうなるかは分かんないんですけど もう今年でボディービルの競技への挑戦は、一区切りにしようと実は考えています。優勝したいっていう気持ちはねもちろんあるんですけども、優勝できるまで、何年も何年も挑戦しようっていうわけではなくて、もうとにかく今年もうやれるだけのことを全てやりきって、もう結果がどうであれ、今年でですね、競技は一区切りにしようと思って、まあ、その分ですね、今年の大会にかける意気込みっていうのは、まあ、かなりのものがありますので、それだけね、覚悟を決めたね私の取り組みっていうのをね見ていただいて、少しでもね応援していただけると、ありがたいなと思います。そして、まあ、その挑戦の中でね、皆さんに、お返しできる、フィードバックできるような、知識、情報経験なんかがあれば、またね、YouTube の動画で、お話をさせていただきたいなと思っておりますので、今後もね応援よろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。